はい、新しい iPhone に変えましたというだけの話をするために今動画を撮っています。はい。今まで使っていた iPhone っていうのは、この iPhone XS Max。あ、もう十分ですわ。もうこれだけでもう 4,5 年は余裕で使えてしまうぐらいのクオリティの iPhone をね、まあ、今まで使ってたわけですと。でね、ソフトバンクで契約をしているので、そのソフトバンクがですね、なんか半額得するサポートキャンペーンみたいなやつで、2年間で機種変をすると、残りの半分の機種代金払ってないやつが、なんか、タダになる。チャラになるみたいな。なんかね、そのうまい話が、私の、家に、はがきで舞い込んできたわけですけど、それでね、別に iPhone XS Max で全然満足してたんですけど、まあなんか8万円ぐらいね、そのタダになるんだったら、あ、じゃあちょっと機種変したいなと思って、やっぱガジェットオタクの血が騒ぐわけですよ。ガジェットオタクって言ってもそんなに別に金を割いたわけじゃないけど、はい。そしてね、今まで iPhone XS Max をね使っていた私小林宗教が何に変えたのかというと、iPhone 12 Pro Max という、ね、タピオカカメラと俗に呼ばれているのが3つになってるんですね、今カメラ。びっくりしましたよ。はい。で、箱がね、こちら。ね、なんか、高級感あるような、別に XS Max の箱も全然高級感あったけど、でね、中身こんな感じでね、ケーブル入ってますよと。で、未だにライトニングケーブルの規格をなんか使わせてくるやつ。ね、USB Type-C からライトニング。もう Type-C、Type-C でいいじゃんって思うんだけど。なぜかライトニングにアップルは必要にこだわってるんですけど、なんでなんでしょうね。その気持ちを推し量ることはできないんですけど。はい。で、そう、アダプター入ってないんだよね。ケーブルだけで。環境問題がうんぬんかんぬんってことらしいですけど、ちょっと落ちちゃった。そう。そういう感じなんですよ。そういう感じなんですよ。はい。でね、まあ、せっかくね、iPhone を買ったなら、ちょっと裸で持つの怖いじゃないですか。裸でこのまま iPhone を持つっていうのは、自分が全裸になるとかそういう意味じゃないですけど。そう。で、今までね、100均のケース、クリアケースっていうのをね、iPhone XS Max につけたんですけど、それこちらですね。若干黄ばんでおります。はい。汚いですね。ここのなんか、ストラップ通せる穴みたいなのなんですけど、ここ、なんか、よくわかんない汚れで詰まっちゃってるって、ちょっと汚い状況になってるんですけど、はい。で、まあ、この iPhone XS Max にもね、100均にって同じやつつけてみました。こういう。あ、見ますか。これ見ますか、壁紙。今見てもらったら分かると思うんですけど、ブラーのコーヒー&TV のね、キャラクター、牛乳パックくんをね、壁紙にしていますけど。はい。で、まあ、画面のサイズの比較っていうところで言うと、まあ、ちょっとでかくなるかな、ぐらい。ちょっとでかくなるんですよ。こっちが 0.何インチとかしてた。こっちが 6.5 だったかな、 6.5 インチで、XS Max ね。XS Max が 6.5 インチで、12 Pro Max が 6.7 インチらしい。まあ、ちょっと広くなったかなぐらい。だからそんなに実はわからないですよ。せっかく変えたのにね。そう。で、まあカメラの性能がやっぱいいらしいと。ね。まあ、そのことでね、ちょっとカメラ使ってみたと。やっぱね、広角、超広角カメラって言って、なんか、同じ場所で撮ってても、ちょっと引いた絵で撮れるみたいな、そういうのがあって、お、めちゃくちゃ便利じゃんと思って、で、YouTube でも活用できそうじゃないかと思って、インカメで確かめたら別にインカメには超広角ついてなかったわ。泣いた。もうだから、この、外カメで自撮りみたいな、そういう感じになりますけどね。今全くノープランで喋ってるんだけどさ、なんか生存報告として一応動画上げた方がいいし、なんか広告つけるのに8分が今切りのいい数字らしいからね、8分までちょっと無理やり何か喋り散らかそうかなと。
あの今午後の紅茶飲んでますね。今これ撮ってんの夜の9時なんですけど、午後の紅茶飲んでます。やっぱそういうところでアウトローをね見せつけていくと。そうだからね、あの iPhone XS Max からその12 Pro Max にちょっと噛んじゃったんですけど、12 Pro Max にその iPhone 変えてみて、そんなに別に変化は感じなかったなという感じですね。うん、それが正直なところです。はい、まあ、のカメラの画質はまあ良くなったかなっていうのは実感しましたけどそんなに変わんなかったかな言うて、まあ、やっぱね、カメラの性能がいいっていうことはね、やっぱね、曲がりなりにも、YouTuber としてやらせてもらってるので、やっぱスマホでね、今まで全部撮影とかもこなしているので、じゃあ今これ何で撮ってんだっていうと、iPad のね、お、なんか LINE が来たわ。iPad Air 4を使ってるんですけど、そう、まあ、別にインカメ全然性能悪くないよね。初めてちゃんと使ってくるさ。iPad Air を動画用に。意外といいよね。びっくりしました。はい。やべ、途中で LINE 来て何を喋ろうとしたか忘れちゃった。でもこれをね、やっぱ、編集なしでそのまま垂れ流すっていうのがやっぱリアルだと思ってるんで、はい。やっぱリアルなんですよ、これが。のりあきさんが、やっぱ、ニート東京にも今出てますけど、やっぱリアルってこういうね、リアルがやっぱ今の時代、大事なんじゃないかなと。iPhone の話をしていたのに、なんでこんな話をしているんだっていうことですけど、うん。そう、あまり変化を感じなかったと。そう。曲がりなりにも YouTuber ですからっていう話を今してたんですね。曲がりなりにも YouTuber なんで、そういう、カメラにはこだわっていきたい。カメラには。まあ、でインカメの画素数はやっぱ上がったみたいですよね。なんか10Sマックスの方は、あとインカメちょっと指紋が汚いけどさ、インカメのやつが700万画素とか、ね、こっちの12プロマックスはなんか1200万画素らしい。そう、まあ、だから動画撮るときにはちょっと前よりは良くなるっていうことなんだろうね。なんか512GB とかのさ、もう一番でっかいストレージのやつどうせなら買ったろうと思って、その特殊サポートみたいなまた次2年後にもまた引き継がれるから、2年後また機種変するんだと思うんだけど、多分ね、ソフトバンクのそこは罠にはまるんですけど、うまい話に乗ってしまうんですけど、そうだから512GB のやつをストレージ頼もうと思ったらなんか売り切れてただから前回これと同じね 256GB で続投することにしました。まあ、動画のデータ扱うとなるとね、ちょっとストレージ欲しいなって思うことはあるとは思うんですけど、そう、ちゃんと自分の金で払います。はい、ということで8分いったのでスマホを変えましたという報告でした。ありがとうございました。